関数型言語 SML シャープと C で始める本格的なプログラミング入門。今回はその第14回、内容はですね、C の式と文をマスターするということですね。通常の C の、プログラミングの講義などはですね、本、教科書などはですね、高校から始めるんだと思うので、その内容ですね、通常の、C 言語の内容とご理解いただいていいと思います。ただしですね、我々はすでにその C の本格的プログラミングをするバックグラウンドを十分に獲得しているので、そこでですね、その厳密な詳細な構文と、それから意味を理解すると、さらにですね、重要なシーケンスポイントという、若干難解な概念があるんですね。で、これが C 言語のプログラム、 C をコードする上で、 C でいろいろなデータをコードしていく上では避けて通れない概念なので、これも理解するということですね。今回の内容、先ほど申し上げたようにですね、今回の内容は通常の C の、プログラミングをするための、知識、すなわち構文と式を理解するわけですね。で、その際にその組み合わせをしていくわけですが、その特に重要なというか役に立つ概念として、その結合の優先度などもを学ぶということですね。で、これらはですね、文法規則から正確に理解できます。で、これらの習得自体はですね、そう簡単、簡単と言いますか、要するに一言で言えばですね、覚えればよいということなので、特段の一種はありません。したがってですね、ここでは、厳密な文法規則を一通り見るということにします。で、その文法規則は覚えればいいんですが、しかしですね、それを使いこなす上での重要なポイントというのがあります。で、これを理解するために我々はですね、 C 言語の本質などをこう基礎固めをしてきたわけですね。何を言っているかというと、この構文の本質、これはですね、 C プログラムの原理を実践するための機構である。当たり前ですが、そういうことなんですね。これを意識すると、 C プログラムの原理というのは、変更単位の領域に名前を付けて、それが変数ですね。この変数を用いて、領域への代入を繰り返し、求める値を得ると。値はどっかの領域に、最終的に得られると。そういうパラダイム。これはフォン・ノイマン蓄積機械のパラダイムなわけですが、これを実践するための構文。これが C のプログラムをする上での構文であると。従ってですね、C でコードする、いろんなアルゴリズムやデータ構造をコードしていくわけですね。その際の重要な心構えというか、何を意識する必要があるかというと、各構文でどのような変数領域を参照し、どのように変更が行われるか、これを考えると。で、先ほど冒頭で申し上げたように、その際重要なこの未定義の可能性というのがあるんですね、 C の場合は。これを理解する、これが重要であるということですね。これが前置きです。ではですね、C の式について、これをですね、反省しておきましょう。で、C の式というのは ML の式とは違ってですね、ML の式は単なる値を表す、それだけなんですね。そういう意味では単純明快、数学の式と同じなわけですが、C の式というのはそうではなくてですね、いろんな機能があります。で、C の式の主な機能はですね、ここに書いてある通りですね、まずスカラー値、整数、浮動小数、点数、ビット列などの基本演算をする。これは計算機が持っている命令で、そういう基本演算をする。掛け算とか足し算とか、そういうやつを使って基本演算をする。これが式の、一つの、言うまでもなく一つの機能であって、この機能はどんな言語も持っているということですね。で、次、配列や行動体、共同体のメンバーへのアクセスをすると。式を書くと、それがそのまま全体が値になると、そういうことではないんですね。やれることは、その配列であれば、そのメンバーへのアクセスができると。で、あとはですね、アドレス計算もすると。で、あと、ポインターの参照をする。ポインターというのはもう理解しましたね。メモリー領域、連続するメモリー領域に通し番号が付けられている。それがアドレスですが、そのアドレスをデータとして格納したもの、これがポインターですね。で、ポインターを参照すると、そのアドレスの中身が取り出せるということですね。あとはですね、スカラー値、ポインターの代入をする。これは変数というのは領域に付けられた名前ですから、その領域を更新する、代入をすると。これが C の式の機能なわけですね。
で、複雑な値の計算というのをですね、例えば ML と C で比べてみると、これがですね、我々がその C を本質を理解する上での一つのアドバンテージなわけですね。ML も同時に学んでいるということで、ML はですね、まあ、単に式を組み合わせて任意の構造をそのまま表現する、それに尽きるわけですね。式はある値を表現する、値を表現された式はまあ変わらない 変わらないというか、未来永劫変わらない。変数は値の名前ですから、値が名前に名前がつけば、それは無限の生存期間、まあ、生存期間という概念もないんですね。単にそこにあるというだけですから、まあ、非常に単純な概念なんですが、C は違うんですね。複雑な値を計算するためにはですね、必要な部分の領域を定義して、それを変数として割り当てる。で、そこにですね、それでですから、種々の複雑な場合は種々の、領域変数が必要になってきます。で、それら変数にスカラ値やポインターを割り当てて、そこにですね、参照や代入を繰り返す。で、代入、例えばポインターの代入などによってですね、構造を組み立てていく。組み立てるコードを自分でコードしないといけないと。という、そういう性質を持っています。ということですね。ですから C の式はですね、この代入、この操作も式なんですね。で、以上の前提を理解した上で C の式の詳細を見ていきます。で、この詳細はですね、そのいろいろな文献を見てみたんですが、例えばですね、この本講義で推薦してきた文献、ザ・グニュー・シー・レファレンス、ザ・グニュー・シー・ライブラリー、それからあとはデビアン・リファレンス、これはまあ、システムを作ったりする上でのコマンドのレファレンス、それから万ページ。まあ、大体これで間に合うというか十分なんですが、ただですね、この C のですね、正確な構文という意味を理解するためには、このマニュアルではまあ十分ではないと。で、まあ、教科書も2、3、見てみましたが、やはり必ずしも十分ではないということで、ここではですね、正確な構文と、まあ、意味の正確な理解というのは、この必ずしもどこにも書いてはいないんですが、まあ、それを理解する上でのヒントがたくさん書いてある。そういうですね、C 言語の規格、これを参考にします。参考にせざるを得ないということですね。で、規格はいろいろあるんですが、現在最も新しい規格、C11 と略称されている、こういうニックネームで呼ばれている規格、これがあります。この規格の名前こうですが、これはですね、これ自体は購入しないといけないんですが、ただですね、この土台になった、ワーキンググループのコミッティドラフトというのが配布されています。自由に配布されている、このワーキンググループのホームページから配布されています。で、 C11 はですね、 N1570 という文章なんですね。で、この前の C99、まあ、これは年代の、まあ、略称ですが、これもですね、ワーキンググループでのコミッティドラフトとして配布されています。で、ここでは主にですね、この C11、これを元に内容を説明いたします。まあ、ほぼ同じです。ほぼ同じですが、例えばそのシーケンスポイント、後で出てくる、まあ、やや難解な概念ですが、それらの記述が若干違っているので、両方を参照して、まあ、ですね、分かりやすい説明をここでは心がけるというふうにします。で、これらは先ほど申し上げたように、このホームページからダウンロードできます。したがって、例えばこの文字列、まあ、これだけでも大丈夫ですが、を検索するとですね、このホームページに行き着いて、そこからリンクされているこの C のドラフト、両方とも配布されています。ご参考になさるとよろしいと思います。それではですね、 C11 のエクスプレッションの文法規則を、まあ、一通り見ていきましょう。で、これは6.5節のエクスプレッションという、そういうところに書いてあります。で、ここにはですね、いろいろなその注意書きや意味に関する、あるいは使用制限に関する細かな規格が書いてあるんですが、ここではですね、そのシンタックスという、そういうヘッディングでですね、書いてある文法規則だけを見ていきます。この文法規則はですね、十分に読めます。
で、他の部分はですね、非常に読むのが大変な仕様書、まあ、企画書なんですが、文法規則は簡単に読みこなせるので、これを一通り読んでいきましょう。で、まず最初がエクスプレッション、式ですね。構文よりもですね、C は式が、まあ、プライマリーといいますか、主な登場人物なんですね。で、この式はですね、階層構造で定義されています。これは文法規則として、まあ、BNF 文法として、まあ、そういう文法構造として定義されています。で、その文法構造を通じてですね、階層構造が定義されています。で、そのサマリーとしてですね、優先度のような概念をご説明しているものが多いんですが、必ずしも正確ではありません。正確に理解するには、このそれぞれの、概念、それぞれの式のカテゴリーの文法構造を理解する、これにつきます。で、理解はそんなに難しくはありません。で、まず最初にですね、どんな登場人物があるかをざっと見ていきます。この最初、結合が強い順、まあ単位が小さい順から見ていくと。で、プライマリーエクスプレッション、これはプライマリー、まあこれは原子式とアトミックエクスプレッションなどと呼ぶ場合が言語理論では多いんですが、まあ、この仕様ではプライマリーエクスプレッションとこう呼んでいます。で、この上の段階としてポストフィックスエクスプレッション、このようなですね、エクスプレッションの後に演算子が来る、ポストフィックスですね。で、これが例なんですが、その主な生成演算子、このエクスプレッションを生成する演算子の例がここに列挙しています。で、次に強い、まとまりが強いものがそのポストフィックスエクスプレッション、その上がユナリー、単項演算子、単項エクスプレッション。で、これがですね、単項演算子、すなわちその式の前に書く、で、一つだけ引数を取る、アンパスサンド、アスタリスク、プラス、マイナス、チルダ、びっくりマーク。で、その上の段階がキャストエクスプレッション、こういうやつですね。で、次がですね、マルチプリカティブエクスプレッション、序算、まあそういうやつですね。で、アディティブエクスプレッション、加算、減算ですね。で、シフトエクスプレッション、シフト式。で、リレーショナルエクスプレッション、関係式、まあ、代償比較ですね。さらに続いてですね、これもだんだんその大きな単位になっていきます。で、イクオリティエクスプレッション、これはですね、同値、これとこれが等しい、あるいは等しくないという演算。その上に、さらに大きな単位として、アンドエクスプレッション、これはですね、ビットごとの操作ですね、アンドエクスプレッション。その上に、エクスクルーシブオアエクスプレッション、こう書く、この演算子ですね。次に、インクルーシブオアエクスプレッション。で、ロジカルアンドエクスプレッション、これ論理式ですね。論理式のアンド。次、その上が論理式のオア、この縦棒2つですね。次がですね、コンディショナルエクスプレッション、クエスチョンマーク、コロン、これ参考演算子ですね。で、次がアサインメントエクスプレッション、代入ですね。代入は文なんですが、実は C では代入は式なんですね。こういい二項演算子で、この演算子はですね、イクオリティを取って、これが通常の代入、それ以外にコンパウンド代入式というのがあります。この後でそれぞれご紹介いたします。最後がエクスプレッション、これがトップレベルなんですね。すなわち一番大きな単位、エクスプレッション。エクスプレッションの演算子は一つだけあって、カンマですね。カンマで並べて、ですからこのエクスプレッションをカンマで並べると。で、このようなですね、登場人物ですね、まあ17種類あると。やや複雑ですが、先ほど申し上げたようにですね、構文規則を読めば正確に理解できます。構文規則を読むのは何の困難や苦痛はありませんので、一つずつ読んでいくということにしましょう。まずですね、プライマリーエクスプレッション、まあこれは私が原子式と、まあとりあえず訳しましたが、まあ主要な式ですが、まあプライマリーちょっとよく分かりませんから、まあ原子式、これはですね、こう1、2、3、4、5種類あって、アイデンティファイア、コンスタント、ストリングリテラル、カッコエクスプレッション、カッコ閉じで、エクスプレッション、これは最も大きな単位ですから、すべてのものはカッコをつけると一つの単位になるということですね。これがプライマリーになると。すべての言語はこの要素を持っています。ジーネリックセレクション、これは省略します。やや特殊なので省略をすると。ということですね。ですから、アイデンティファイア、ただ X と書くとかですね、あるいはコンスタント、
ストリングリテラル。あとは例えばこのエクスプレッションな、割と何でも書けるんですが、括弧で区切ると。まあ、これはまあよくわかる。まあ、これ以上説明のよう応用しない。これがですね、プライマリーエクスプレッションですね。プライマリーエクスプレッションの次に大きな単位、これがポストフィックスエクスプレッションですね。これからが規則になります。先ほどのプライマリーエクスプレッションはですね、構造を持たなかったんですが、ここから構造の定義、すなわち文法規則の定義になります。再帰的な定義ですね。で、ポストフィックスエクスプレッション、ここではですね、コーチ演算子と、まあ、とりあえず読んでおくことにします。で、必ずですね、この C の仕様、C の規格の式の定義はですね、大きな単位は前のカテゴリーを含むと、そういう形で書かれています。そういう形で決められているということですね。したがって、ポストフィックスエクスプレッションはプライマリーエクスプレッションを含む、すなわち、ポストフィックスエクスプレッションはプライマリーエクスプレッションか、またはですね、それらのものに、この後ろにこれらのものを付け加えたものという、そういう意味を持ちます。これはそういう文法規則とはちょっと違いますが、ここからここまではそういう再帰的な文法規則になっていますね。ここにポストフィックスエクスプレッション、今定義しているものが来る。ですから再帰的にどう読むかというと、プライマリーエクスプレッションで始まってというか、まあ、あるいは終わってというか、この後にこれらのポストフィックスを何個か付けたものと、こういうふうな意味になります。で、読んでいきましょう。最初はですね、ポストフィックスエクスプレッション四角括弧、エクスプレッション四角括弧。これは配列の要素参照ですね。A 括弧1括弧閉じだと、A とが配列で、それの2番目、0が最初ですから2番目の要素を意味する、こういう式になります。次はポストフィックスエクスプレッション丸括弧で、中がアーギュメントエクスプレッションリストオプト。オプトというのはなくても良いというメタ表記ですね。で、この文法規則は省略していますが、これはですね、アーギュメントエクスプレッションの間まで区切られた列ですから、まあ、単純なそういうものですね。で、この括弧括弧はですね、これは関数呼び出しになります。例えば、今までやったものだとですね、sum 括弧10と書くと関数呼び出しになって、これが実質引数になりますね。次がですね、ポストフィックスエクスプレッションドットアイデンティファイア。これはですね、構造体あるいは共用体のメンバー参照ですね。P が構造体であれば、その X メンバーを参照すると、そういうことになります。で、メンバー参照はもう一つあって、この矢印ですね。この矢印の場合は、これがですね、その構造体そのものではなく、構造体へのポインター、あるいは共用体へのポインターであると理解される。その時、この矢印を使ってメンバー参照を行うと。これ例ですね。N がポインターで、その、これは共用体か共同体を指していて、そこに NIL というメンバーがあると、 NIL というメンバーを参照している。で、ここにドットが続く。これはリカーシブな規則ですから、ポストフィックスエクスプレッション、これは今定義しているそのものなんですね。したがって、ここはですね、これ全体がポストフィックスエクスプレッション、すなわち、ポストフィックスエクスプレッションがさあ、ここに来ると、これは左から括弧がついてくると、こう読むんですね。したがって、こう書くとですね、ここ全体がポストフィックスエクスプレッションで、それにドットがつく。すなわち、最初にこの規則を使ってポストフィックスエクスプレッションを作って、次にこの規則ドットでポストフィックスエクスプレッションを作る。すなわち、こういうネストしたポストフィックスは、この左から括弧がついてくると、こういうふうに読むわけです。これが再帰的な構造で理解できる内容ですね。次がですね、ポストフィックスエクスプレッションプラスプラス。まあ、例えばこんな風によく書かれる。マイナスマイナス。こんな風によく書かれる。これはですね、インクリメント演算、ディクリメント演算。したがって、この前に来る、これはですね、領域の名前を表す式でなければいけない。変数などが、まあ、典型的なものですね。それ以外に、まあ、例えばメンバー参照式などでもよろしいんですが、領域の名前、まあ技術的に言うと L バリューを表すものでないといけないと。で、その領域を1インクリメントする。したがって、これはですね、インクリメントできる型でないといけない。まあ、スカラ値などですね。ということですね。これがデクリメント、インクリメント。で、このプラスプラスが後に来ると、で、これは式ですから値を持ちます。この値はですね、この i の値がこの全体の値になるんですが、i の値を返して、その後でポストフィックスなんで、その後で i の内容を
1インクリメントするとそういう意味を持ちます。デクリメントも同じですね。で、これはですね、省略します。省略というか、名前のないな、その構造体や名前のないその配列などを、オン・ザ・フライでというか定義する、そういう式なんですが、これはML などで慣れているとこういう式も便利であると思うんですが、C ではですね、名前を付ければいいと、それが基本なので、この説明省略いたします。以上はですね、ポストフィックスエクスプレッションですね。次の単位がですね、ユナリーエクスプレッション、単項演算、式ですかね、単項演算式。適当に私の説明のためのものなので、定義ではありません。ユナリーエクスプレッション。で、これも、以前同様ですね、ポストフィックス、その前の階層を含みました。で、このユナリーエクスプレッションは、ポストフィックスエクスプレッションか、それにですね、この、前にですね、単項演算子をつけたものと、というふうな解釈になります。ただし、これがちょっと例外で、ここにキャストエクスプレッションというのが出てきますね。見てみましょう。で、プラスプラスユナリーエクスプレッション。これ例えばプラスプラスで、ここにユナリーエクスプレッションが来ますから、例えば、この p.x、こう書くとですね、このプラスプラスは、ここ全体に括弧がついて、こう解釈されますね。で、p.x ですが、p の x メンバー、これの領域をインクリメントした結果の値を返すと、そういうものですね。インクリメント演算、代入演算、変更演算をして、その結果を、変更した後の結果を返す。マイナスマイナス、これもディクリメントであることを除いて、これと同じ、プラスプラスと同じです。で、ここのマイナスマイナスの後全体がユナリーエクスプレッションですから、括弧はこれ全体につく。すなわち、このポインターが指すカウントというフィールド、メンバーをデクリメントして、その値を返すと、こう読むんですね。で、これは少し、ここ、キャストエクスプレッションですから、この後に出てくる文法カテゴリーが参照されています。ユナリーオペレーターは、これらがユナリーオペレーター、単項演算子、アドレス取り出し、ポインター、ディレファレンス、ポインター参照、単項プラス、単項マイナス、これは歩数、1の歩数ですかね、ビット反転になりますね。これが論理のノット演算。こういう演算、単項演算が来ます。で、その後がキャストエクスプレッションが来ます。ですから、ここは少し大きく取るということですね。これ例ですね。この単項演算子があって、ここにこうあると、これ全体に括弧がつくと。で、これは後で出てくるキャストエクスプレッションになります。キャストエクスプレッションは後で確認しますが、このようにパーズされると、キャスト式、型変換式があって、その後全体がまとまりになっていて、この場合はですね、P 配列の2番目をの値を取り出して、それをインテジャーへのポインターとして扱って、それを D レファレンスすると、そういう意味になります。で、次がサイズオブユナリーエクスプレッション。サイズオブはですね、これは、この括弧は、この場合はなくてもいいですね。括弧ありませんからね。あった方が、習慣としてこう書くんでしょうね。サイズオブ。で、このデータのサイズを返すと。で、タイプネームでもいいと。例えば、前回定義したユニオンリストなどを書くと、これユニオンですから、最大のユニオンの領域の大きさが返される。これ省略します。で、以上が、そのユナリーエクスプレッションですね。次のカテゴリーがキャストエクスプレッション。先ほど出てきましたね、すでに。これはですね、ユナリーエクスプレッションか、または、括弧の中にタイプネームを書いて、タイプネームの文法は省略しますが、タイプ、これは、ただの名前だけではなく、先ほどのようにですね、ユニオンリストとか、そういうのが来たりしますね。タイプネームが来て、で、括弧の後に、キャストエクスプレッションが来ると。例、先ほどの例はここスターだったんですが、スターがなくてももちろんいいと。これは、括弧は全体、この全体につきますね。これはキャストエクスプレッションですからね。この全体について、ですから、この配列 P の2番目の要素を取り出して、それをインテジャーだと思うというか、インテジャーとみなすと。インテジャーに変換をする。変換は実際に変換される場合、されない場合ありますね。何も、その、
アンサインドなものをインテジャーに変換すると実質的な操作は行われない。単なる型変換になると。ということですね。これがキャストエクスプレッション。次はですね、マルチプリカティブエクスプレッション、上序ですね。これはですね、算術の、小学校以来慣れ親しんだ算術演算の伝統に従って、上序の方がより強く結合する、下限と比べてですね、というふうな、そういうことを表すためにこの文法が分けてあります。で、マルチプリカティブエクスプレッション、これはキャストエクスプレッションを元に作られると。で、キャストエクスプレッションを元に作られて、で、この演算子、掛け算、割り算、モッド演算、常用演算のどれかで組み合わせる。で、左側にマルチプリカティブエクスプレッションがリカーシブに書いてありますから、括弧は左からついていくと。これらが複数現れたら、括弧は左からついていくという文法規則であると理解すると。で、最後が、つまりこれで最後がキャストエクスプレッションで終わると。例えばですね、こういう式を書くと、これと同じレベルで、マルチプリカティブエクスプレッションなので、これもマルチプリカティブエクスプレッションなんですが、この文法でいくと、ここが左にまとまりがあるので、括弧は左からつくと、こういうふうに理解できます。これもそうですね。これも括弧は左からついて、こういうふうなものと解釈される。次がアディティブエクスプレッション。これは足し算、引き算で組み合わせる式ですね。この場合は、そのマルチプリカティブエクスプレッションで終わると。で、括弧はやはり左からつくと。で、プラスマイナスで区切られている。ですから、例えばこういう式を書くと、これはですね、このマルチプリカティブエクスプレッションで終わるので、これがまずまとまりであると。で、あとマイナスプラスがありますから、これはこちら側が大きなまとまりになるということですから、括弧は左からついていって、こういう式を書くと、これはより結合力が強い前の階層ですから、無条件に括弧がつく。これとこれはどちらから括弧がつくかというと、こちらがまとまりになっていますから、左から括弧がついてくると、こういうふうになると。これも通常の算術式を書く伝統に従って定義がなされているということですね。次のカテゴリーがシフトエクスプレッション。これはビットシフトです。全体の、データをビット列と思ってそれをシフトする。これもですね、アディティブエクスプレッションで終わると、その前というか、これシフトエクスプレッションがここに来ますから、シフトエク、この矢印矢印、この矢印矢印を、で、このアディティブエクスプレッションを並べたものと、こう読みますね。並べたものなんですが、こちら側が、まとまりが、こっち左側に来ていますが、から、左側から括弧がついてくると、こう読みますね。例えば例ですね。M が矢印矢印、ピッツ矢印矢印、1と書くとですね、これは、まず括弧はこういうふうになっていて、この部分が先にまとまって、さらにそれにこのシフト1がつくと。で、このこちら向きの矢印は、このシフトの方向を直感的に表していて、これは左向きに見えるので、左シフトすると。したがって、この式はですね、 M というそういうこのビットデータ、ビット列をですね、まずビッツという、これが整数でないと、自然数ですかね、数でないといけないんですが、この数分左シフトして、さらに1ビット左シフトすると、そういうふうになります。これは右シフトですね。こちら側ですから、右シフトのそういう直感に合わせて右シフトとして定義されている。これがシフトエクスプレッションですね。次がリレーショナルエクスプレッション、比較演算。これはシフトエクスプレッションを並べて書くんですが、並べるのはこのオペレーター、大なり小、このオペレーター、どちらが大かっていうのがありますけど、大小オペレーター、あるいは大小、あるいは大なり大はイコール、小なり大はイコール。こちらを仕事すれば大なり大はイコールですね。で、そういうオペレーターで並べると。シフトエクスプレッションを並べると。で、こちらが並べる、こちらがこれと同じカテゴリーが出てきますから、これまとまりは左側のオペランドが、より先にまとまるということで、こういうふうに書くと、これはこの、オペレーター1個しかないので、まとまりはあれですが、こう左からまとまっていく。これと、みんなそうですね。左からまとまっていく。こういう二項演算は左からまとまっていく。これもですね、我々のその、こう、
まあ、算術演算の習慣に合わせてあるということですね。で、これシフトエクスプレッションですから、これは普通の演算、普通というかプラスとかマイナスとかかけるとか、そういう演算、あるいはシフト演算などよりも弱い。したがって、この演算はこれよりも今まで出てきたもの全体が括弧で対象となると、こう読むわけですね。ということです。これが比較演算です。次はイコリティエクスプレッション。同値演算、同値式ですかね。同値演算、すなわちこう、両者が等しい、あるいは等しくないという演算子で、このリレーショナルエクスプレッションがつながっている、そういう式です。で、こちらに例によって、こちら側がまとまりに書いてあるので、ですね、この2つ以上、このオペレーターがあったら、その左側からまとまっていくということです。ただ、まあ、この同値演算はですね、何回も2つ以上書くということはあんまりないので、まあ、通常はまあこの1個を書くんでしょうね。例えばこう A プラス B イコールイコール0とすると、 A プラス B は0に等しいかどうかをテストする演算になります。この not イコール、これは等しくないかどうかをテストする。等しければ1を返す。等しくなければ0を返す。これ逆ですね。で、 C の場合は論理値ブーリアンは0か1を使われるということなので、まあ、インテジャーを返すんですが、そういう論理演算になります。ということですね。で、こちらはですね、その論理演算は通常の足し算やそういう算術演算よりも結合力が弱いので、これ全体に括弧がつくと。まあ、シフトなどよりも弱いので、こうシフト全体に括弧がつくと、こういうふうになります。これがイコリティエクスプレッションですね。で、次がですね、&エクスプレッション。この&はですね、ビットごとの&演算ですね。ビットごとの&演算。で、これはイコリティエクスプレッションに、これでつないだもの。で、しかもこの&エクスプレッションはこちらに行きますから、左側からまとまっていく、このアンパサンドでつないだものになります。これを見てみましょう。A アンパサンド、B アンパサンド1、シフトの C と書くとですね、これがですね、まあ、こちらの方がこちらより弱いので、これ全体に括弧がつきます。まず。で、こう2つあると、左から括弧がつくということで、この式はですね、このように解釈される。で、これとこれを and を取って、さらに1を C ビット左シフトしたものと and を取る。まあ、こんな意味になりますね。ビットごとの and を取る。で、エクスクルシブ OR、ビットごとの XOR、排他的論理和を取るということですね。これは、ハットマークでつなぐと。で、アンドエクスプレッションハットマークでつなぐと。で、例によって、こちら側にまとまりが書いてありますから、左結合すると。で、こう書くとですね、これがまずまとまって、2つあるので、これは左から括弧がついてくると。ということですね。ですね、この括弧抜けてますね。この括弧抜けてる、まあ、コメントですからね、これは括弧が抜けているというので、お気をつけくださいね。ということで、これは排他的論理和を取って、これの and のさらに排他的論理和を取ると。まあ、こんな演算あまりしませんね。排他的論理和ですからね。まあ、排他的論理和。で、次行きましょう。次のカテゴリーがインクルーシブオアプレディケート。インクルーシブ、すみません。インクルーシブオアエクスプレッション。これはエクスクルーシブオアエクスプレッションを縦棒でつないだものですが、この左側にエクスプレッシブオアエクスプレッションがリカーシブに来ますから、これが複数あれば左から括弧がついていると、こう読みますね。で、例えばこれが例ですね。ここにこれはビットごとの OR、通常の OR ですね。ビットごとの OR を取る。で、ここに AND が来ますから、これがまとまりが強いということで、ここがまとまって、この2つはですね、左から括弧がついていくと、こんな風になりますね。これが通常のビットごとの通常の OR ですね。次がですね、論理演算。論理演算。論理演算はブーリアンですから、0か1が演算の対象になるということですね。で、ロジカル&エクスプレッション。これは、インクルーシブオアエクスプレッション、あるいはそれ以外の今まで出てきたものすべてというのを読むんですが、それをアンパサンドアンパサンドでつないだものという意味になります。これもですね、左結合だというふうになってますね。で、こんな式を書くとですね、ここが論理積、かつになりますね。したがって、ここがブーリアンのはずで、A が0と等しいか、また、あ、かつ、
A が0より等しく、かつ B が1より大きいと、そういう意味の式になります。ですから、括弧はこことここのオペランドにつくということになります。これは論理積、アンドですね。これは論理は、オアですね。これもブーリアンが対象になると。で、オア。これはですね、アンドエクスプレッションを縦棒2つでつないだものというか、左結合するとこう読むわけですね。で、こんな式を書くと、そうするとですね、これアンドですから、まずこれが結合します。で、オアが2つ来ると。したがって、これかまたはこれ、これかつこれかまたはと、こうなって、こんなふうな、意味になるということですね。次はですね、コンディショナルエクスプレッション、条件式と書きましたが、コンディショナルエクスプレッション。まずこの形を見てみましょう。これはロジカルオアエクスプレッション、あるいは今まで出てきたすべてと呼ぶんですね。今まで出てきたすべての後にクエスチョンマークが来て、で、そんで、これ参考演算ですね。今まで出てきたもののどれかクエスチョンマークで、ここにエクスプレッションが来ます。さあ、任意のエクスプレッション、コロン、コンディショナルエクスプレッションが来ます。なんか若干複雑なこの優先度になっています。で、これは何をするかというと、これがですね、ブーリアンを表す条件になります。この条件を調べて、クエスチョンマーク、条件が true ならこれを実行する、 false ならこれを実行する、これを評価する、どちらかを評価するというふうになります。これですね、以前出てきた、ですね、ビット列を計算する、ビット列の、文字列表現を計算する、そういう時に出てきた、使ったエクスプレッションですね。これが true なら文字1を、false、true じゃなければ文字0を返す、そういう式になります。で、まあ、これちょっと読んでみますと、これは and、ビットの and ですから、and で、これはですね、単行演算、キャスト演算ですから、まずですね、で、これがクエスチョンマークで、これがロジカルオアエクスプレッションですから、こちらの方が強いので、まずトップレベル、この括弧はいりません。で、さらにですね、このオペレーターはですね、後にですね、このキャスト演算子が来るんですね。したがって、この括弧もいらない。したがって、これと一緒なんですね。しかしですね、まあ、迷ったら括弧をつければいいと。まあ、それがまあ通常のプラクティスですね。参考までに、先ほどここにエクスプレッションが来て、これがコンディショナルエクスプレッションだと、これ若干複雑な文法構造になっているので、まあ、例えばですね、こんなものはどう解釈されるかっていうのを、ちょっとエクササイズをやってみるとよろしいんですけれども、これ A、クエスチョンマーク、B を1にする、コロン、B を2にすると書いてあるように見えるんですが、これはエクスプレッションですから何でもいいということで、この代入文はですね、これはいいんですね。したがって、これは、クエスチョンマーク、これになってコロンなんですが、ここがコンディショナルエクスプレッションで、コンディショナルエクスプレッションは、アサインメントがまだ出てきてないので、これ全体は取れないと、ここで切れるんですね。したがって、この式はこんなふうに解釈される。ですね、これ見てみましょう。これもですね、A クエスチョンマーク、B コロン、C クエスチョンマーク、D コロン、E となってますね。で、ポイントはですね、ここがコンディショナルエクスプレッションで、これコンディショナル、ロジカルオアエクスプレッション。クエスチョンマークの前はロジカルオアエクスプレッションで、コンディショナルエクスプレッションではないんですね。この場合は。今まではそういう形になってたんですが、これはですね、ここにはコンディショナルエクスプレッションは来れない、ということですね。ということで、このクエスチョンマーク、このクエスチョンマークはこれ全体は取れないわけですね。したがって、これはですね、このような構文解釈がなされるということなんですが、こんなですね、暗号的なものを書くのは、まあ、通常は避けるということですが、この規則を参照すれば、すべて明確に理解できると、まあ、そういうことですね。で、この規則自体はそんなに難しくはもう何ともないわけですが、これを言葉で説明するのはなかなか難しいので、これはそういう意味では、やっぱりこの文法規則を一通り見るというのが非常に、まあ、理解をする上での早道であって、まあ、先ほど冒頭で申し上げたように何の、難しさもないということですね。ただ、コードを書くときはこんなコードを書いては、まあ、通常いけないということです。次はアサインメントエクスプレッション。
代入式ですね。代入も実は式なんですね。で、代入式はですね、コンディショナルエクスプレッション、今まで出てきたものすべてか、あるいはですね、それの前にオペレーター、アサインメントオペレーターを書くと、その前にユナリーエクスプレッションを書くと、こういう式ですね。まあ、ユナリーエクスプレッションは典型的には変、プライマリーエクスプレッション、変数なんですが、例えばメンバー参照式なども書けると。で、これはアサインメントはですね、これが通常のアサインメントで、それ以外にコンパウンドアサインメント。これはですね、このコンパウンドはこの演算子、二項演算子とアサインメントが組み合わさっている。まあ、先走って例を見ましょう。x プラスイコール1と書くと、この二項演算子、自分自身という二項演算をして代入すると。こういう意味になる。これが、こう掛け算でも割り算でもモッドでもマイナスでもシフトでもみんな一緒ですね。こういうコンパウンドアサインメントオペレーターが定義されている。これは最もよく使うプレインな代入演算子イコールですね。ということで、これが代入演算子ですが、代入演算子はアサインメントオペレーターがここにも来ています。したがって、これは右から結合していくんですね。右から結合していくと。で、アサインメントオペレーター、アサインメント式、例えばこれを見てみましょう。これ右から、ここに来ますから、右から括弧がついてくるということですね。右から括弧がついて、アサインメントも実は値を持つんですね。アサインメントして、アサインされた値というのが式全体の値になって、ですからこれは z に0を代入して、z の値、すなわち0の値を持つから、それを y に代入して、と、こういう式になります。ということですね。で、これはまあ、ここにユナリーエクスプレッションが来ますから、このユナリーエクスプレッション、ポインタープラス1ですから、このポインターが配列だったら、配列の2番目の要素の中身を x にでアップデートする。中身に x を代入すると、こう読むわけですね。で、ポイントはですね、c は代入も式なんですね。つまり c で式を書くと代入が起こる。これがですね、当然のことなんですが、C は式としてその、フォン・ノイマンアーキテクチャを制御するいろいろな値の参照や代入というものをスケジュールする。まあ、スケジュールするというか、そういうものをこう実行する。これが式の本質なんですね。したがって当然代入も式になると。ということですね。で、アサインメントも式であると。で、いよいよですね、こうトップレベルエクスプレッション。これがトップレベルで、最後に来るトップレベルエクスプレッション。これはアサインメントエクスプレッションか、またはエクスプレッションを間まで区切ったもの。エクスプレッションが左側に来ますから、左側から括弧がついてくる。これ例として i++ カンマ j イコール i。これは左から右に実行される。括弧は左からついてくるので、左から右に実行される。で、最後の実行の結果が全体の式になるという、そういう ML で言うとセミコロン式に相当するものですね。ということです。これで以上がですね、C のエクスプレッションのすべての文法を正確な文法規則でたどったということになります。次に、式が分かったので、次はですね、大きなプログラムをコードする上での大きな、まあ、材料として文、ステートメント、これを理解しましょう。で、ステートメント、これはですね、C の規格、仕様のですね、6.8に書いてあります。で、エクスプレッションが6.5で、その間何があるかというと、まあ、デクラレーションやタイプなどがあるんですが、まあ、これはですね、まあ、複雑な割にですね、そんなにたくさん知らなくても大体書けるということで省略しています。ただ、文はですね、わからないと、文はこれ覚えないとプログラム書けないので、式もそうですね。で、これ全部見てみるということで、次に文を全部見てみましょう。文は式よりもずっと簡単です。で、簡単で、まあ、種類も少ないということで、すぐ終わります。で、文の正確な、これもですね、文法規則をすべて見るということですね。で、ステートメント、これはですね、ステートメントはこの1、2、3、4、5、6種類あるということですね。それぞれにステートメントが、こう、再帰的に出てくる文法定義がなされている。で、最初の3つがですね、この、まあ、メタレベルのというか、材料になっていると。コンパウンドステートメント、ラベルドステートメント、ジャンプステートメント。これがですね、他の、文を作るための材料。で、この
ですから文の種類はまあこの3つですね。エクスプレッションステートメント、セレクションステートメント、イタレーションステートメント、この3つです。ということで、それを念頭にですね、これらを見てみましょう。まあ最初の文、これブロック構文、コンパウンドステートメントという名前なんですね、規格上はですね。コンパウンドステートメント、これは並括弧並括弧の間にブロックアイテムリストオプトですから、括弧括弧だけでもいいと。エンプティでもいいと。ブロックアイテムリスト。ブロックアイテムリストは、ブロックアイテム。ブロックアイテムを並べたものということですね。で、単にそれだけですね。リストですから。で、ブロックアイテムはデクラレーションかステートメント。したがってですね、デクラレーションかステートメントを並べたものということですね。で、これが、いわゆるブロック構文ってやつですね。で、C はブロックストラクチャードランゲージの一種です。ブロックストラクチャードランゲージというのは、ブロックの中で、このスコープが定義される。これが一番のポイントですね。スコープが定義される。ML もそうですね。ブロックがあって、そこに、スコープが定義されるブロックという概念が、まとまりの概念がある。C のまとまりの概念は、この並括弧、並括弧で書くということですね。で、これ、コイントテンプセミコロン。これステートメント。後で出てきますが、ステートメント。テンプイコール I、ステートメント。I イコール J、ステートメント。J イコールテンプ、ステートメント。まあ、これは、これをこの名前、これデクラレーションですね。デクラレーション。こう、領域宣言をすると。で、この領域宣言は、このブロックの中で有効になる。これがブロックストラクチャード言語の特徴的なもので、これ非常に便利な、こう、必須の、性的に片付けられた言語で必須のアイテムになりますが、この宣言をして、この中で使うと。ですから、テンプというものをこの中だけで使うと。テンプは、この i と j をスワップするという、そういうコードですが、スワップするための一次変数として使うということですね。で、このブロックはですね、12次実行されるひとまとまりの文の列。で、宣言の性的なスコープを定義していると。全体で一つのステートメントとして扱われる。これ一つが、ですから、ステートメントになります。これはブロックコードですね。補助的に使われる残りの2つを確認しておきましょう。1つがですね、ラベル付きのステートメント、ラベルドステートメントですね。これはですね、その3種類あります。最初がアイデンティファイアコロンステートメント。これは GoTo と一緒に使うので、まあ、必要ないと思いますね。で、次の2つ、これはスイッチ文で使用されるラベル付きの、ステートメントです。ケース、コンスタントエクスプレッションコロンで、ステートメント。これがラベルですね。コンスタントのラベルがついた文。デフォルトコロンステートメント。これはデフォルトで、どんなコンスタントでも良いと。まあ、そういう意味ですね。これはスイッチ文で後で、説明いたします。で、ジャンプステートメント。これも4種類あって、 Go to Identifier。 これは通常使わないので、まあ、使わないのでよろしいと思いますね。で、Continue、Break、Return。Continue はですね、繰り返し文でですね、繰り返し処理の残りの処理を打ち切ってループの最初に戻って繰り返すという Continue。で、Break、これはですね、スイッチ文、繰り返し文の中で使われるとですね、そのスイッチ文または繰り返し文の終了に飛ぶ、つまり、現在の処理を打ち切って、で、スイッチ文、繰り返し文を終了するというブレイク文。リターン文は、これは何回か出てきた関数の値を返す文、すなわち、こうジャンプですが、まあ、通常のジャンプではなく、関数の呼び出し元に戻ると。そういうリターン文ですね。これらが補助的に使われる2つの、残りの2つの文です。で、C はですね、実質的に3種類のステートメントがあると。1つがですね、エクスプレッションステートメント。これはですね、エクスプレッション、まあ、書かなくてもいいんですけど、で、セミコロンと書くとですね、これ全体で一つの文になると。この式を実行すると、まあ、そういう意味ですね。この式を、評価を区切る、まあ、そういう意味ですね。この式をここで、評価を区切る、まあ、ここにシーケント、まあ、後で出てきますが、その、評価のを確定させると、まあ、そういう意味になります。後で出てきます。まあ、通常よく、最もよく使われる文ですね。x イコール1セミコロンと合格、そういうやつです。これがエクスプレッションステートメント。次がセレクションステートメント、条件分岐ですね。これは3種類あります。if カッコエクスプレッションステートメント、 if カッコエクスプレッションステートメント、 else ステートメント。このステートメントは通常ブロックを書く場合が多いですが、ブロックじゃなくてもいいと。で、else があってもいいということですね。
スイッチ文、スイッチ括弧エクスプレッションステートメント。このステートメントは通常はブロックを書いて、それからラベル付きのステートメントの列を書くと、まあこれが例です。スイッチ文の例、これも前に出てきましたが、このスイッチ文は通常はブロックを書いて、でケースで、こうスイッチタグが、これがインテジャーに評価される式で、そのどれかというケースのインテジャー、まあコンスタント式コロンと普通常こう書いて、これはまあエナム型ですから、エナム型はインテジャーですね。エナム型を書いて、まあこれにマッチするどれかから実行を開始して、ブレークで抜けるということですね。ブレークがなければ下までずっと実行すると、そういう意味を持っています。これはスイッチ文ですね。このインテジャーを評価してマッチする最初のラベルから実行を始めて、ブレークまたは終わりまでということですね。この場合はまあこれ両方リターンブレーク、リターンブレークとなっていますが、ここ前に出てきた例をコピーしたものです。ということですね。で、以上がセレクションステートメント。あと残りは1個だけです。ですね、C の場合はそのイタレーション、これがまあ基本的な最も重要な、行動をするための道具になります。で、C はですね、その何回か申し上げているように、メモリー状態を変更しながら動くと。変更してメモリー状態がある望ましい状態に至ったら終わる。したがってそれを繰り返すので、通常イタレーションで書くと。もちろん再帰的な関数で書いてもいいんですから、まああまり不当ではないと。再帰的な関数が重要な役割を果たすのは、値を再帰的に作る場合なんですが、C では値を再帰的に作るということは通常できません。値は自分で代入をしてっていうのを繰り返さないと。代入してつなぎ合わせるというのを繰り返さないといけない。ということで、そのリカージョンがそんなに頻繁に使いやすく出てくるということではない。最もよく使うのがこの繰り返しですね。イタレーションステートメント。これはこの4種類。while、括弧エクスプレッションステートメント。これ通常これもブロックを書く場合が多いと。do ステートメント。while、エクスプレッション、これセミコロン。for ステートメント。中にですね、セミコロンで区切られたエクスプレッションが3つ書ける。で、この場合はですね、この、まず最初のものを1回実行して、これを評価して、これが true である限り、このステートメントを実行して、ステートメントの実行が終わったら、この3番目を実行してっていうのを、で、これの評価に戻ると。この true が評価、これが true になるまでこれを実行して、その実行の後これを実行してというのを繰り返すということですね。これは最初に1回だけ実行する。これ例です。これ例はですね、S というのはあらかじめ定義されていると仮定しています。S イコール0という代入式ですね。代入式を実行して、N が0よりも大きい間繰り返す。で、繰り返すんですけど、こうステートメント区分でもいいんですね。先ほど出てきたように、何もしない後にこれを実行する。これはカンマ文ですね。カンマ文ですから、 S の中身に N を足して、 S をアップデートして N を1個減らすと、こういうことですね。これカンマ文、これを実行して次にこれを実行するとこういうやつですね。そうするとこれで足し、SN から始めて N を1まで足したものが S に入ると、そんな風になると。で、for にはもう一つあって、これデクラレーション。デクラレーションは通常セミコロンで終わるので、デクラレーション、エクスプレッション、セミコロン、エクスプレッション。これが例ですね。デクラレーションを書きます。変数宣言を書いて、この変数宣言、初期化付きの変数宣言。これまあ非常に便利ですね。この for の中だけで使う i というのは、まあ、あらかじめ宣言する必要なくて、ここにデクラレーションが書けるので、i イコール10と宣言して初期化をして、i が0の間、i をマイナスマイナスして繰り返す。繰り返す中身が、このコンズ式を、ですからこれリストを作るという、前回やったその例になります。以上がですね、繰り返し構文。以上で全ての文が終わったことになります。以上でですね、すべての C の式と文が理解できたと。まあ理解できたって言っても全部覚えてないと思いますけど、まあ復習すればよろしくて、それほど難しくはなくて、それぞれ忘れたら、先ほどのどっかのところをストップして、
その文法規則を確認すればいいと。で、それでに尽きるわけで、何の難しいところもありません。で、その、つまり、プログラムの書き方に関しては何の難しいことはないんですが、ただですね、C は ML と違って、 ML はそれで大体終わるわけですが、 ML と違ってですね、先ほど冒頭で申し上げたように、 C はですね、式を組み合わせて値を作ると、そういうパラダイムではないんですね。ということで、 C の式のをもう一度リビジットしてみましょう。まあ復習ですが、式の機能と書いた。式はですね、こういう基本演算やメンバーのアクセス、アドレス計算、ポインターの参照、あるいは代入、こういうものを行う、そういう式で値を計算するというものだけではない。もちろんこの基本演算は値を計算しますし、式自体も値を持つんですが、値を計算するだけではなく、代入やアクセスなどをするというのが式の機能です。つまりですね、こう数学やあるいは ML と異なってですね、 C の変数は領域の名前であって、式は領域の参照や代入を含む操作であると、これを冒頭で申し上げた通りですね、これを念頭において C のプログラムをコードする必要があります。すなわちですね、 C のプログラム、 C の式や文を書く上ではですね、変数の代入と参照の順番、それから変数への複数の代入間の順序などですが、これが意図するものであることを常に留意する必要があるんですね。すなわちですね、式はですね、例えば代入分も式で、それがいろんな式に混ぜて使えるということなので、そうすると複数の代入が起こりうると。もちろん代入や参照が起こりうると。で、代入と参照が同時に一つの式の中に書いてあったら何が起こるのかという疑問が当然あります。で、それを理解しないと C プログラムを、本格的な C プログラムを書いていくことはできないというので、それに関する留意点を以下確認しておきましょう。C 言語の式が意図する動作をすることを留意する。それがなぜ大切かというとですね、実はですね、C の式は値を持つとは限らないんですね。で、これはですね、式が値を表す言語、例えば論理学や数学などはですね、もちろんちゃんと定義されていない式は値を持ちませんが、ちゃんと定義された、いわゆる well defined な式は値を持たないということはありえないんですね。例えば、x イコール1と定義する、あるいは π イコール π と定義する。とするとですね、それはもう定義したら、それは永久に π なんですね。永久に1であり π なんですね。で、そういうものが通常のそのデクララティブな言語、まあ、ML を加えてもよろしいと思うんですが、C ではそうではないということで、例えばですね、ポイントの型へのポインター型の変数 P というのを宣言したとします。この宣言は従って領域に名前を付けるということですね。それで Well Defined な変数宣言ができます。で、この P はですね、いろいろな理由で値を持たないことがある。例えばですね、初期化されていない、こういうことが起こります。これは変数は領域の名前で、値の名前ではありませんから、で、領域は確保された時にはですね、何の値かはわからない。ですから、初期化しないで使うとですね、まあ何かわからないというよりは、値は存在しないとみなした方がいい。あるいはですね、領域の生存期間が終了している。オート変数というのを、そういう概念を学びましたね。関数の中で定義された変数はオート変数であり、それは関数の呼び出し、関数の実行中しか存在しない。そのような変数を、例えばですね、アドレスを取って誰かに渡すようなことをするとですね、関数が終了した後もその変数が存在してしまって、しかし実際の領域はなくなっている。したがって値を持たないというようなことがあると。あるいはこのポインター型の領域は、前回やったようにですね、リストなどを作るとき、malloc というような特別なシステム関数を呼んでですね、領域を確保します。で、確保された領域は、メモリーリークがないようにフリーするんだと言ったんですが、まあ、フリーした後でもですね、この変数の定義は残っている。で、そのフリーした後にその変数を使うとですね、フリーしたメモリを使うと何が起こるかわからない。あるいはですね、この
型の変数、これが配列を指しているとします。で、その配列が例えば要素3の配列だとします。その時ですね、P カッコ3と参照する。そうすると4番目の領域、要素を参照するので、4番目存在しませんから、そうすると領域外をアクセスしてしまって、これも値がないということになります。これらの理由でですね、値を持たない、つまり未定義であり得る。こういうことが起こるんですね。で、以上の、つまりこれらはですね、明らかな、コーディングの誤りなんですね。ですからこれは防ぐことができます。直感的にも防ぐのは簡単、簡単というか、それはプログラムバグをなくすというのは簡単ではありませんから、一般には難しいんですが、それぞれの問題は当たり前で簡単なので防ぐことができます。しかしですね、これらのような明らかなコーディングの誤り以外に、C にはもう一つ、その厄介なというか、微妙な問題が存在します。それがですね、C の、規格、仕様に伴う、アンシーケンストという技術用語を使いますが、このアンシーケンストが副作用という、こういう問題が存在します。これ問題は避けて通れないということで、この問題を理解し、その対処法を考えるということを残りでやりましょう。で、そのポイントはですね、重要な一種はですね、アンシーケンストな変更、こういう概念が規格書で定義されていて、この変更に伴う未定義というのが定義されています。これが C11 のその規格書をここでは参考にしていますし、C99 もですね、同様の定義がありますが、ここではですね、この部分が若干違っているので、ここでは C11 を使っています。で、そこでまずですね、シーケンスポイントというのが定義されます。シーケンスポイント、これは翻訳するとですね、評価確定点みたいな、そういうニュアンスですね。この翻訳が日本語でどうなっているかは確認しきれていません。シーケンスポイントとそのまま訳している場合が、使っている場合も見受けられます。評価確定点、意味はですね、C の式もですね、任意に非常に大きくなります。大きくなったところがどこか、ある特定の部分で、それまでの評価が確定すると、そういうことが定義されている部分がある。これがシーケンスポイントなんですね。で、その一部を紹介すると、これが下線式の終了時点、終了時点曖昧なんですが、実際の企画書ではですね、この評価と次の評価の間というふうに定義されますが、その間というふうに全部言っていくとですね、ちょっと煩雑になるので、これでも曖昧さがないと私が思ったので、こういう説明をいたします。で、具体的に言うと、例えばですね、E セミコロン、エクスプレッションステートメント、これはですね、典型的な式の単位ですから、ここにシーケントポイントがあると。したがって、セミコロンが来れば、それまでの、評価は全て確定すると。それ以外に、スイッチ、ファイル、フォー、イフの条件部分については、それぞれの式の終わりで、例えばスイッチ文だと、この式の評価をして、どちらかのそのブランチに飛ぶんですが、どちらかのブランチというか、そのどこかのブランチに飛ぶと。で、その飛ぶ前、評価が終わって飛ぶ前、ここにはシーケンスポイントがあると。それぞれの、についても同様ですね。で、ファンクションコールについては、ファンクション関数デジグネーターですか、それから引数を評価し終わって実際に関数コールが起こる間のにシーケンスポイントがあると。アンドオペレーター、オアオペレーターの最初のオペランドの終わりで、次に移る、あそこの間。カンマオペレーターはですね、この順番に評価すると、そう説明したんですが、このカンマで区切ると、ここにシーケンスポイントがあると。コンディション、エクスプレッション。これは、このコンディションを評価して、トゥルーかフォールスによって2つにブランブラ、まあ、分岐するんですが、その分岐直前、評価が終わって分岐にする、そこにシーケンスポイントがある。リターン分、リターン分の終わりにシーケンスポイントがあると。
というシーケンスポイントが定義されています。これは一部ですね。非常にこう複雑な定義がいろいろあるんですが、まあ、こう一部ですが、まあ、代表的なもの、まあ、一番最も重要なのがこれとかですね、あるいはカンマとか、これも使いやすいシーケンスポイントになります。で、このシーケンスポイントを定義している理由はですね、このアンシーケンストというこの概念を定義するためなんですね。アンシーケンストというのは評価順不定な、まあ、そういう意味なんですね。そういう、で、これは形容詞でアンシーケンストな、まあ、アップデートとか変更とかですね、評価とかにかかる、そういう形容詞として使われます。で、レラティブと何に対してと、そういうふうに使われる、そういうが技術用語なんですね。で、これはまあアンシーケンストな式と、まあここではこう使います。これはですね、シーケンスポイントの間の式の部分式の評価順、これは不定であると。シーケンスポイントの間の式、例えば E セミコロンとすると、 E はこう複雑な構造を持っていて何個かの式でできているとすると、その間にシーケンスポイントがない場合、その間の、部分式の評価順、これは不定であると、こういうふうに定義されます。で、それに伴うですね、重要な未定義式というのが定義されています。これ、こんなふうに定義されているんですね。あるオブジェクト、まあアンオブジェクトですから、一つのオブジェクト、一つの変更単位、一つの領域の変更がですね、そのオブジェクトの他の変更、またはそのオブジェクトの値を使った計算とアンシーケンストであるとき、結果は未定義である、とこう定義されてるんですね。これだけだと、代入分、単純な代入分は大丈夫なのかということなんで、まあこの C99 ではですね、別な言い方がされていますが、まあこの C11 ではですね、代入式の左辺の変更は右辺左辺の値の計算の後にシーケンスされると、こう明示的に書いてあるので、まあ代入分はですね、代入分の変更についてはですね、その代入するオペランドの値の後に行われるということになっていると。ということですね。で、まあ、これがアンシーケンストな変更に伴う未定義で、重要なものはこれなんですね。これを避けないといけないということですね。で、まあ、その未定義操作を避けるためのポリシーと書いてありますが、まあ、こんなことに気をつけるのがですね、C を使う上で避けて通れないということですね。で、まあ、一つの、まあ、十分条件というか、安全なポリシーということですね。もう一つの、より厳格なポリシーは、シーケントポイントを完全に理解して、そのシーケントポイントと、それからそのアンシーケントであるかどうかを確認しながらコードを書いていく。ただ、まあ、それは非常に大変な作業で、覚えきれないかもしれない。若干難解な、まあ、定義を読み解いて身につけないといけないということなので、これはまあ、一つのポリシーですね。で、まずですね、明らかな未定義。まあ、未初期化変数の使用とかですね、生存期間の違反とか、領域外アクセス、配列とかですね、領域外アクセスと、これらを避ける。これらはまあ、通常避けられるわけですね。まあ、注意深くコードすれば避けられる。その上でですね、アンシーケンストな、と式内ではですね、このポリシーを守る。これは実は、C99 の規格に書いてある内容ですね。ちょっと規格の内容が変わったので、先ほどのような文章になってますが、このようなことを、これを違反すると、アンデファインドであるというふうに、先ほどの文章は、昔は書いてあったんですね。で、何かというと、安全な、まあ、十分条件はですね、同一の領域、同一の変数への代入は、このアンシーケンストな式内では1回のみとする。複数の代入を同一の領域に対してしてはいけないと。で、変更前の値、すなわち代入される領域の変更前の値は、代入する値の計算以外は使用しない。まあ、この2つを守ると。で、それでですね、複数の代入や参照が必要なら、明確なシーケンスポイントで区切るということですね。で、C11 のその未定義の記載例として、こんな、これとこれの2つが上がっています。これは明らかに
まずいですね。ここで i、マイナスマイナスで、この i にアップデートがあると。この i もここでアップデートがあって、この値はまあ確定するんですが、この変更とこの変更はアンシーケンストであると。これもですね、ここに参照があって、この L バリューの、使うときに i を使うんですが、その i が変更されていると。i の変更と i の参照があると。こういうものがダメであるということですね。で、安全な例として C11 の記載例としては、これは大丈夫であると。これがダメだとプログラムできませんからね。これ大丈夫であると。で、これも実は、ここの変更とこの計算がということなんですが、先ほどの特例、アサイメントの特例では大丈夫なんだと、そう読むんだと思います。若干ですから難解なんですが。で、これも明らかに大丈夫で、アップデートはこの A の i の中身がアップデートされていて、そのアップデートされるものは1回だけで、そのアップデートされる元の内容はどこにも使われていないということで、これも OK であると。で、例えばこれはですね、このシーケントポイントを区切る、例えばですね、この i の更新というのをここでせずに、このカンマで区切って、ここにシーケントポイントがありますから、カンマで区切って後で書くと。こんな風にする。これ一つの式じゃなくていいなら、セミコロンで区切ると。という風にすると。そういう風にすれば、よろしいということですね。これは C を使う上で避けられない。ここが非常に悟るなというか、ややこしい点なんですね。これは C コンパイラーをより柔軟にするためとか、いろいろな理由でこのような概念が導入されているということだと思います。コンパイラーによってはですね、このコンパイルして結果が意図したものに出る場合も多いんですが、避けるということですね。以上がですね、C の、文と式をマスターするという内容のすべてですね。今回はデモをするまでもないと、個々の式や、文を確認しただけなので、これでこのビデオ内容はすべて終わりです。